はい、というわけでいきたいと思います。3コマコント1コマ目のテーマはアイドル、そして全体のジャンルはラブストーリー。よーい、スタート。はい、ここがジャニーズのオーディションだとして来てるのかね。もちろんです。年齢は48です。私がそのアイドルの上だったすいません。でも僕アイドルになりたいんですよ。今ジャニーズを舐めてるよ。え、ただ歌って踊るだけじゃないんだよ。え、今のアイドルっていうのはね、ニュースキャスターをしたり、ロケをやったり、アンパンマンの着ぐるみの中に入ったり、それはできます。いろんなことをやってるんだよ。それはできます。アンパンマンの着ぐるみは僕大丈夫です。お願いします。どうだよ。あ、アンパンマンの着ぐるみの中に逆を押さえてしまう。逆を押さえてこうしたふりしてこっちに行ったんだよ。すいません。いいか、アンパンマンの、ね、着ぐるみってのは体力が必要なのよ。え、そうなんですか。気になったら、でもアンパンマンの体中に入ったらもう3分で学校に帰るのに痛くなるよ。でも僕アイドルにどうしてもなりたいです。おやじの指紋で、おい、ボディービルダーになれよ。なんでボディービルダーを目指さない。もう答えは出たじゃないか。君はここは君が来るべきところでやっていいんだ。君は体中にオイルを塗るべきなんだ。吉田さん、あ、しまった。早くジャニーズになって私と結婚しようって。あ、ちょっと今取り込んでるから。ダメです、このとこはもうこれからボディービルダーを目指してください。え、ジャニーズにならないの。いや、ジャニーズになるよ。はい、ありがとうございます。ボディービルダーすごいピンポイントでまた職業引き合ってもう運がいいんやから。うん、いいか、これ運いいですよ。だけど俺はボディービルダー。